海賊ラジオレッズ力船はい大野誠太郎です木曜日の朝ピーカンですレッズサポーターの皆さんどんな気分ですか私と同じですよね天皇杯取りたいですね A シェル出場できるわけですから来ましたいよいよベスト4です 昨日、アウェイの状態の中で行われたガンバ大阪との一戦、あのスイタのスタジアムですよ。天皇杯、中立地でっていうことですが、ガンバ大阪、スイタ重なっちゃったもんだから、レズにとっちゃ完全にアウェイですよ。でも、2対0、完封、今の言葉で言えば、クリーンシート。 さあ次は12月です。準決勝の相手はセレス大阪。また大阪勢と対戦します。ここで勝てばファイナルです。見えてまいりましたよ。見えてまいりました。いただきがね。で、昨日の先発メンバーですが、多分サポーター、ほとんどの方が納得したんじゃないですか。ゴールキーパー周作。右に坂井宏樹。 左に山中、センターバック、勝率、岩波。そして、ボランチが、そう、平野祐一と、柴田のコンビ。で、ワントップに、キャスパー。トップ下、当たる。左が、ゆるき。右が、関根の、サイドハーフです。今、これでしょう。柏戦で、大勝した、イレブンです。帰る必要、全くありません。そして、試合が、 始まりました。さあ、どう見たか。ダビットが五条戦です。ユンカーに関根のゴールで2対0で勝利。1ゴール目は平野からユンカー。2ゴール目は江坂から関根。レースル戦からコンビネーションが上がり、それを確立しつつ嬉しい。船長。 スイタはレズサポーターで真っ赤に染まっておりましたね。そうでしたね。思わず涙が出てしまいました。やはりレズの良さはこれですよね。本当に。えー、いつもこの船に乗船してくれる、えー、埼玉市に住んでいるサポーターのレッジからは、まだお便りは来ておりませんけれども、彼も昨日乗り込むんだということを、ナックファイブの1700に会場から寄せてくれましたから。 彼も言っていたんですよ。ねでね、西川周作が端的に昨日のことをこう言っております。試合前のウォームアップの時点で、多くのレズサポーターがついたに来てくれたことが分かって、スタンドを赤く染めてくれたことも分かりました。これぞ、裏レズのサポーターだと思い、僕自身、鳥肌が立ちました。 コロナで大変でしたが、少しずつ日常を取り戻せるようになればと感じる中で、今回、ツイタで見た光景は希望の光になります。心強いサポーターが後ろにいたことは大きな後押しになりました。これはレッズプレスの試合後、私の手元に大阪から寄せられているんですね。昨日、終作、当たりに当たりまくってましたよね。 素晴らしいプレーですよ。ファインセーブ連続ですから。彼の働きがなければわかりませんでしたから。そのぐらい当たった背景は、サポーターたちの力です。これはもうね、表現のしようがないんですよ。レズっていうクラブを語るときにね、レズサポーターはとなるんですね。昨日はそのストローングポイントは全部出たということですよ。 さて、ちょっと試合の方に戻りますが、司令塔は平野祐一でしたね。あの、ユンカーのゴールを生んだあのワンプレイも去ることながら、その他、そうね、えー、いくつか前半に大きなチャンス迎えましたが、ほぼこれ平野祐一からボールが出て、平野が中盤の王様になってましたよね。もうゲームウェイク。えー、今、彼からなんですね。だからトップ下の当たるはもう、そのプレーを 引き出すような動きっていう風に見た方がいいかもしれませんね。で、相棒の芝と。このまた絡み合いがいいんですけれどもね。芝とはね、ガンバのチャンスをことごとく潰す。いわゆる察知能力ですよね。え、ここで芝とが出ていくのっていう、その出ていき方に惚れ惚れてするようなところがあったでしょ。やっぱりね、2対0というスコアも、さることながら、勝つということは、 あらゆる要素が絡み合わないと勝てないってことを今回のゲームでさらに示してくれたと思います。理想的な、えー、コンビでありました。えー、でもね、えー、ガンバもね、この間の最初とは全然違っていてね、まあ、スイタがあのー、天皇杯の会場にあったからホームでしょ気合が全然違いましたもん。3回ぐらい決定的な、えー、チャンスがありましたけれども、まあ、周作を中心にレッズの守備陣の もう集中力が上回って、え、前半を2対0で、え、リードをして、え、折り返すわけでありますが、あの、ゆるきとキャスパーとアタルと関根ね、これがもう流動的に動いていたでしょ。で、前回のリーグ戦の時にはどちらかというと、山中一辺倒の本駅でしたよね。それがちょっと変わってきましたよ。 非常に流動的で、で、関根がよく動いていたから、その証として、後半で足つっちゃいましたもんね。関根はね。まあ、そのぐらい昨日の試合にかけていたっていうのが、すべてのイレブンから見られました。ただ、あの、2対0というスコアは怖いスコアで、え、テレビの解説を言っておりましたけれども、1点返されて2対1になると、ちょっと押されちゃうのね。リードしていてもね。レッズ逆転負けを食らったことはまあ、昔もありましたもん。2対0から。 これ、リガルドも結構、えー、警戒しておりましたから、えー、そういう中で、よくぞ、えー、後半も0点に抑えて、えー、2対0で勝ったもんであります。東松山のガンマン、絶対に負けられない戦いで、見事に勝利しました。天皇杯は吹田でありながら、2対0で完封勝利、えー。今月は秋元の不勝離脱があり、一時はどうなることかと思いましたが、代わりに入った山中が、良いアクセントになっております。 ワントップのキャスパー・ユンカーと中盤の芝とヒナノのダブルブランチの連携も上々。まあ、スカウティング能力が高い日本のトップリーグ相手ですから、こういう流れにもすぐに対策を打ってくるんでありましょうが、新たに出場する選手がすぐに見事な科学反応を見せる、今のチームであれば、それも乗り越えていける手応えを感じております。言い過ぎですかね。来週の川崎フロンターレ戦を皮切りに、鹿島、 横浜行くマイノスと難敵との対戦が続きますが、一つずつ良い試合をしていきましょう。いいね。我慢。そうなのよ。一つずつ勝っていきましょうと言いたいところをぐっと我慢して、一つずつ良い試合をしていきましょう。もう来シーズンが始まってるんですよ。レッツはね、そう思った方がいいと思います。まあ、この先上位との対戦が続きますんでね。 今日、いきなり名付けた黄金のクインテット。平野、芝戸、当たる、関根、ゆるき。この黄金のクインテットの連動ぶりを楽しみにしましょう。ね。さて、この後の試合に行って、来月3日、文化の日祝日、 リーグ戦、川崎。7日、日曜、鹿島。20日、土曜、横浜 F マイルス。27日、土曜、清水。で、12月4日、リーグ戦最終戦です。土曜日です。名古屋。で、まだ列あります。12日、日曜、天皇杯準決勝、スレス大阪。19日、日曜、国立で、 天皇杯の決勝となります。さて、えー、それでは、えー、平野祐一のコメントを、えー、ちょっとご紹介しましょうかね。あの、1ゴール目ね、キャスパーユンカーのゴールを生み出した、あのパスは見事だったでしょこれについてね、こういうこと言ってんですよ、平野が。 一ゴール目。正直、キャスパーは全く見えていませんでした。私見えていたと思ったんですよ。聞いてみないとわかんないですね。時間帯というか、サイドバックからのボールをワンタッチでさばくというイメージはありました。ワンツーの関係ではある程度相手にも防がれますが、三人目の動きがあるとついて来られない。 キャスパーの嗅覚的なところもありました。それほど密にコミュニケーションを取ってるわけではないんですが、お互いの得意なイメージが重なりました。キャスパーに感謝しかありません。なんという人格なんだろう、平野雄一は。キャスパーに感謝しかありません。この選手はまだまだ伸びるね。 そういう予感がするな。うん。まあ、ちょっと早いかもしれませんけれども、確実に成長していって代表になるんじゃないですかね。人格的にも、こういうことを優先してあんまり私、出会っていませんよ。ね。まあ、そういうことで。 平野雄一のコメントでまとめてみましたまあともかくねえー、天皇杯をベスト4まで勝ち進んだということはレズのサポーターにとってもこの秋の深まりはモチベーションがさらに上がる初頭への入り口となるわけでありますからまあともかくよかったですいい朝を迎えました今日1一日気持ちよかったでしょうじゃあ昨日の試合の一言今日はセリり以上なくてラモスさんお願いします その通りでしょう。昨日の試合のあの集中力でいきゃどうにかなるぞレッツ。それではまたチャンネル登録よろしくね